はい、スキーズインプレッションでございます。これですね、新しくパワーソンさんが発売してます。フルというかもうしてますね。そうですね、はい、パワーショットメーカー、パワーショットメーカー、重いでしょ。これ普通にこうやって、あの中身はこんな感じのものです。これをまあラケットに装着して、はい、そうです、まあ、使う、そうです、振る、まあ、普通にテニスをするっていうところになってくると思うので、まあ、すでにあの動画の方では、ヘローズの高橋コーチが打っていただいて、はい、なんかさも普通のようにやっていたんですけど、普通のようにやってました、はい、まあ、これをこうつければ当然ラケットは重くなり、かつフェースサイズ的にはこの部分しか、まあ、ボールが飛ばなくなりますよね。うちストリングメーカーでもありますけれども、トレーニング器具メーカーと名乗ってもいいのかな。スイートエリアラケット、はい、ね、これ外でね、これね、あのまあ面が小さいという形で、あのフェースサイズが60インチしかないというところです。はい、うん、こちらですね、パワースイングラケットです。まあ、重さはこれちょっと 400g の方持ってきてますけれども、まあ、400-500 と、あるようなタイプです。弊社のトレーニング器具のコンセプトとしてはですね、やっぱり実際にボールが打てると、実際ボールが打てる、これが本当非常に、ちょっと重要なところでして、なのでこれもこれも、これは面の大きさ、これは、重さ、それしか変えてなくて、ラケットバランスとかは、本当のあのラケットぐらいの、バランスっていうところをやってますので、もうちょっとお手軽に、トレーニング器具っていうところを、まあ、普及できないかというところで、今回このパワーショットメーカーというところになっています。本体の重さが 70g ありまして、まあ、あと振ることで今度空気抵抗っていうのも生まれますので、実際には多分70よりも少し重いぐらいに感じるかなと思います。そうですよね、当然真ん中の部分っていうのが、さっきクッキーさんちょっと比べてもらいましたけど、さらに小さい隙間しか空いてませんので、まあ、ここで、正確に捉えることで、まあ、本来のラケットのスイートスポットっていうところを意識できるというところですね。それがこの1枚で、しかもお客様のラケットに装着するだけで、トレーニング器具になる。そこが大きいですよね。これがね、持ってるラケットでいいんですもんね。そうです、はい、ちょっと一つだけあの重要なポイントなんですけども、110インチよりも大きなラケットっていうのが、ちょっとこのベルトが届かないかな。おすすめとしてはまあ108インチ以下、ぐらいのラケット、あとまあ確実に装着はできるかなというところですので、詳しい使い方はまあ中見さんに教えていただきながら、はい、ラリーというよりも手出しでしっかりとこうボールを見てラケットの真ん中に当てる練習と、もちろんボレーもそうですね。ボレーボレーというのはお互いにあのすると思います。それである程度の本数をやって、それを取ってスイングする、スイングスピードも上がるし、ボレーではやっぱり顔が残るようになってくるというところはあるのかなというふうに思います。よし、こんな感じ。注意するポイントとしてはやっぱり軸足がこうやって動いちゃう方が多いです。飛ばしたい方向に体が流れると打点がこうずれてきちゃうので、しっかりと体を止めることによって手が先にこう出てくる、うん、その分だけやっぱりこの空いてるところでボールを捉えやすいです。そのためにもやっぱしっかりと足をつけてスイングする。まだ動いてます、後ろの足がしっかり止めて、そうそうそう、体がしっかり止まってスイング、そうそうそう、止まってスイング、そう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 、よいしょ、止まってスイング、そうそうそう、うまい、止まってスイング、そうそうそう、結構重いからね、重いかもしれない、よし、そう、うまい、ちょっと外してみましょうか。はい、はい、さあ今と同じように行きます。足つけて、特に右足、軸足つけて、おお、飛ぶいいね、そうそう、軽くボール飛ぶでしょ、すごい軽く振ってるのですそうです、足をしっかりつけて、そうそうそう、スイングスピードも出るし、うまい、ナイスショット、素晴らしい、素晴らしい、うまい、
けて、そうそう、これを止めてってスイング、そうです、うまい、うまい、出してみましょう。行った時に感じる空気抵抗感でより重さを感じるので、最初何球か向かって右側にちょっとこう振り遅れるような感覚になってくるのを少し修正してあげる、これぐらい打点前でいいんだよっていうのをイメージしてあげて使ってあげて、何球か打って外した時のこのギャップの違いがすごいなと思います。自分でこうしっかりラケットが振れるっていう感覚も分かると思うので、練習段階としては今、まあ、フッキーが上手いからフォアハンドもともといいんで、フォアハンド苦手な方っていうのは多いと思うんですよ。なぜかというと肩が後ろにあるから開きやすい、体が開いて結局ラケットが後から出てきて振り遅れるっていう方が多いですね。とにかくここ体の前で腕がこう動いていくようなイメージ、最初短い距離から少しちっちゃいテイクバックから打点をこう確認するっていうところからも、これスタートするといいんじゃないかなと思うので、最初はこう短い距離から徐々に距離をこう長くしながら、このパワーショットメーカーで正確にボールを捉えられると、今みたいな本当に軽く振ってもボールがこう飛んでいくっていう、そういうショットが実現できるんじゃないかなと思います。ぜひ使ってみてください。